はい、こんにちは、カパパです。はい、ここはね、もうお分かりの通り、上高地にいます。はい、それではね、これから唐沢に歩いていきます。そして明日の朝、奥穂に登る予定です。ということでね、今日は唐沢まで上がるだけなので、上高地の風景を楽しみながら、ゆっくりゆっくり歩いていきたいと思います。なんかすごいよね、年々おしゃれになってくんだもんね、本当に久しぶりだからちょっと渡ってみますか。あーいいね。あー焼け岳もね、雲の中ですね。はい、岳沢もね、もう上の方もガスってますね。先週の土日、小瀬沼にキャンプに行ったんですよ。ジバチだと思うんですよね。黒い蜂に右足の甲を刺されて、足の甲がね腫れて厚さが倍ぐらいになっちゃったんですよ。いやー、これはもう 2,3 週間動けないなっていうか、歩けないなと思ってたんですけどね、そこは驚異的な回復力でなんとかね元のサイズまで収まったんで、今日こうしてね登山靴がめでたく履けるようになったんですが、ちょっとねこの足の具合がね、再び腫れることはないと思いますけど、ちょっと良くないようであればパッと撤退して今日は引き上げたいと思います。お、なんかデッキになってるよ。あら、いいんじゃないこれ。あら、あ、いや、これは綺麗だねこれ。おお、素晴らしい。はい、岳沢の分岐ですね。はい、こっち登っていくとね、岳沢。はい、明神はこっちになります。おお、あー、これは素晴らしい。いや、綺麗だな、水が。うわー、そこまでくっきり見えるよ。あー、開けました。
やいや気持ちいいね。はい、あそこに見えるのがね、明神橋です。でちょっと歩くとね、左側に家紋寺小屋があります。行ってみましょう。おお、久しぶりだね。前来たのはね、うちのお袋と来た時かな、もう4年ぐらい前ですね。はい、おなじみ家紋寺小屋です。はい、ここはね、はい、このレリーフでもおなじみですね。はい、ここはね、穂高神社の奥宮ですね。はい、この奥にね、明神池があります。お金払わないとね、奥まで行けないんだけど、あの以前のね、写真とかこの辺に出しておきますけど、こんな感じです。はい、それではね、次の目的地は、まあ、徳沢なんで、まあ、徳沢はね、この明神橋を渡って、今度は梓川の左岸、そっちからね、向かいたいと思います。じゃあ、明神橋。なんか横の方が晴れてきたね。明神館ですね。このカレーが美味しいんだよ。はい、明神をね、今出たんですけど、まあバスターミナルからね、明神って普通に来れば1時間ぐらいで来れるんですけど、今回はね、大きく寄り道したんで1時間40分ぐらいかかっちゃいました。はい、それではね、こんな感じの道を歩いて次徳沢に向かいます。あら懐かしいねこれ。今日は流れがそんなないんで、ここ行っちゃいますけど。はい、徳沢の天場です。あれはファミリーだね。奥がね、そうだね、1、2、3、4、5、6針、7針、8針ぐらいありますけど、こっち側は多分いわゆる空手ですね。うん、俺もね、4年ぐらい前か空手やったけど、やっぱ楽なんだよね。まあ、テント代は2日分払うけど。はい、徳沢でね、十分休憩したんで次横尾に向かいます。はい、まあ、徳沢の小屋からね、
まあ、先こっち横方面行くと、もうね山登りの人以外はいないですね。徳沢のね天場はね、まあ、何せあの通り綺麗なんで、まあ、ファミキャンの人とかもたまにいるんだけど、またね観光客で明神まで足を伸ばして、でさらに徳沢まで行ってみようかなって人もね、まあ、ちらほらいるんだけど、まあ、そういう人もね、まあ、徳沢までですね、こっから山は山登る人もう専門の区域になりますんで、いやー来た。はい、ここはねもうなんというか国内最大の登山基地かな。はい、横尾に到着しました。ちょっとね、水補給しましょうか。閉めて、はい、最後にね横尾来たのは槍をやった時以来ですね。あれは2018年だから3年ぶりか。はい、ありがとうございます。はいはい、いやね、カレーね1000円って高かったんだけど、すごいうまかった。はい、それではね横を出て、横を橋を渡って、はい、いよいよ唐沢に向かいます。いや、ここを渡るのももう数年ぶりなんで、非常にねワクワクしてますよ。あ、そういえばね、前テント張ったね、あの奥の方にね、うん、カウママがね初めて横を来た時だね。はい、あ、変わらんでたよ。
はい、屏風が姿を現しましたね。いやでかやってきた。はい、本谷橋です。唐沢 2.4 キロ、いやゆっくり休みました。こっからね、急登が始まるんだけど、はい、はい、唐沢キットに向けて出発です。うわいや、最初の1分で行きやがったあー、日が照ってきちゃったね。暑くなりそうです。はい、大崩れ。はい、ここはいつも大崩れですね。屏風の向こうにはね、今日が当たってますけど、常念山脈が顔出してきましたね。はい、これ唐沢ヒュッテと唐沢小屋の分岐になってますけど、あの天白やる人は右行った方がいいかもしれない。テント受付が近いですね。でヒュッテ泊まりとかヒュッテで休憩の方は左側、今ね、あのワンダーフォーゲルブが歩いてますけど、あっちの方に行きます。ヒュッテの分岐ですね。こっちね、パノラマなんですよ。パノラマはね、5年前カウママと行ったんだけど、いや、なか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 すごいところです。8月はまだね、残雪が多いんでね、たまでも通行できませんということです。さあ、はい、着きました。あ、受付したらね、この上でビール飲みたいと思います。はい、こんにちは。はい、
やっぱりねちょっとね右足の具合が、まあ、明らかに右の方が腫れてるんで、まあ、無理して、まあ、穂高登らず、このまま降りようと思います。また来月ね株間と来る予定なんで、まあ、今日は下見ということで、美味しいご飯を食べに来たというふうにして、まあ、今回はですね、下山したいと思います。はい、はい、予報です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやここでねソフト来るの正直言って初めてなんで、何回も来てる割にはね人が食ってんの見たことあるんだけど、しかも朝9時前ですしね。いただきます。はい、そういうことでございまして、2日間にわたる、唐沢トレッキング、まあ、結果的にトレッキングになっちゃったんですけど、それでもね、素晴らしいもう山のね山岳パノラマ味わうことができました。はい、今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。カババでした。